サンドロボッティチェッリのビーナスとマルス。アエティオンあるいはエキオンは、紀元前4世紀頃の古代ニリシアの画家である。ルキアノスがヘロドトスあるいはアエティオンにおいてアレクサンドロス大王とロクサーネの結婚を主題とする絵画を描いたと言及していることで知られる。この絵画は、オリンピア競技祭で展示された時に賞賛を巻き起こし、審判者の一人プロクセに出すが、 自分の娘を画家に与えたと伝えられている。アエティオンは特に色彩を混ぜ合わせ重ねる技術に優れていたようである。一般的にアエティオンはアレクサンドロス大王の時代に生きていたと考えられているが、ルキアノスの記述は画家がハドリアヌスとアントニヌスピウスの時代に生きたことを明確に示している。アロイス・ヒルトはルキアノスがアエティオンとして高く評価している。 アレクサンドロス大王の結婚を描いた画家の名前は、エキオンの天下であるとしている。正規ルネサンスのフィレンツェの画家サンドロボッティチェッリは、ルキアノスのアエティオンの絵画についてのエククフラシスを、下敷きにして、ヴィーナスとマルスを制作した。ありがとうございます。